iPhone の色味調節のところでいろいろして暗くしてみました。似合う？やったー、ありがとうございます、嬉しい。なんかさ、普段のさあんまこういうパキパキ系の原色系着ないので、すごい私だけど私じゃないみたいで、あの不思議な感じがしていたので、今日これで出歩くんじゃなくてお話し会の時はあの違う服で行って、お話し会のところで青になってみたいな感じだった。そうそうなんですよ、カメラマンさんが撮ったみたいで、ありがとうございます、嬉しい。ドストライクだった、やった、ありがとう、やったね。うんうんうん、話すとね、話すとそうなのよ。どんな生地だろう、いや結構あの素材的には固めかな、割としっかりめな感じしてますねレポ難しい話すとね、いやあのさ写真のさ、私はさ、お疲れ様です、はい、今日もありがとうございました、いやーそうっすね、はいみたいな感じじゃない話すと違うんだよなあ、ありがとうございます、あ今日会う来てみました、ありがとうございます、写真っすか、 ありがとうございます、見てくださってわかんない、私の勝手な想像ね、あの写真の村山優香の別にレノを意識したわけじゃないんだけどな、似合う、ありがとう、ウィスウィスウィスねえチャラいですですね、可愛いの、でもさ、こうちょっとさ閉じたらまた雰囲気変わるから、こうちょっとね開くのポイント、そしたらカタカタになるカタカタになっちゃう、ですお疲れっす静かな床じゃね、そうなんですよね、喋るとさまた違うよね、どうしよう、今日のさ写真を見てさ、配信来てくださった方で話すとこういう感じなんだみたいな思われてたらどうしよう。今日はねそうなんか青い、正解正解です、前髪をさワックスをこうつけて束感出していつもと違う感じにしてみました、雰囲気をね、そう変えてみた、前髪気づいた、嬉しい、ありがとう、気づいてくれて、パパ感してみた、いつもより薄い、そう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 、薄い、めっちゃもう端っこにね寄っちゃってる、ここも寄っちゃってて、めっちゃ薄くしてる、プラスパパ感出した、あ待ってます、この分。わあ、ひなたちゃん、くまちゃん、ありがとう。ありがとう、くま、ひなたちゃん、ありがとう。今日もお疲れ様、何して過ごしたの。ほんと乾いた、ありがとう。嬉しい。鮮やかな水色だよね。私もさ。色がね、この売ってた色が白黒この青とか、あとまあちょっと柄が入った系の色があったんですけど、まあそれもちょっと白黒系な感じなんですけど、わっハートいっぱい、ありがとう、今日ありがとう、ありがとう、嬉しい、そうそうそう、で私はまあ1時間は全然しようかなと思ってる配信、そうなので青
のを着ていらっしゃる、もちろんね他の色もね可愛かったんだけど、青色を着ていらっしゃるそのモデルさんがすごくお綺麗で可愛くて、買いたいと思ってね。特定済みです。さすが早い、さすがすぎます。青をねゲットしました。すごいね、わかるもんなんだ。もうここしか映ってなかったよ。すごい青いっぱいです。これからちょっと私青の服いっぱい出てくると思うんだけど、あ、また青着てるよ優香ちゃんはって思ってもらえたら嬉しいです。また青だ、青好きなんだな優香ちゃんはって思っててください。青好き、よかった、嬉しいです。めっちゃ青ブーム。わあ、しのちさんありがとう、にじありがとう、今日もありがとう、嬉しい、にじにじありがとうございます。楽しかったね。青ブームね、いつまで持つだろうか。最近はね青の服をお気に入りに入れすぎていて、違う色に挑戦しようと思っているので、また色が変わるかもしれない。今度黄色とか、黄色はね私お洋服は全然持ってなくて、黄色のお洋服は、うん、花束ありがとう、ありがとう、嬉しい、ハートもいっぱいありがとう、いいありがとう、嬉しい、うんうんうん、爽やかな印象になりそうって、ありがとうございますね。夏さん、でも夏服ばっかり買っちゃってるからさ、もうちょっと暖かくならないかなと思いつつ、今日すごい寒かったもんね。これ中があのタンクトップみたいな感じので、もうここはもうシアーな感じだからね、もう腕なのよ、ここ腕なんですよ、あんま見えないね。そうだからさ、ちょっと寒いのよ。いろんな色を着こなす、ありがとうございます。最近ねこうやって皆さんにね見ていただける機会なんかあるのでね、そうやっていろんな洋服でいろんな系統で皆さんにね楽しんでいただけたらなと思ってます。嬉しい、キュージーさん、くまちゃん I love you、 I love you くまちゃん、ありがとう、 I love you です、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。バイク乗ってほしい。バイク話すと全然あれだね。ネックレス、そう2連のねネックレスつけましたね。今日は銀色でイヤリングさ、取って帰ったのね。そしたらどこのポケットに入れたのかちょっと記憶が曖昧になってしまって配信でつけれないかったというね。上着のポケットに入れたのか、バッグにもポケットが4つぐらいついてるね。で化粧ポーチのポケットに入れたのか、ちょっと私迷子になっちゃってから始まったら探そうかなと思います。どこ入れたっけなってなってます。ハートありがとう、たくさん嬉しい、ありがとう、ありがとう、推しですって。あー金さん、 AKN さん、ありがとうございます。推しでもいいな、嬉しい、推しにさせてくれてありがとう。使っているメイク道具、どこの部位が気になりますか、どこのパーツのあれが気になるのかな、どうだろう、まあでも教えしますよ。ちょっと近くにメイクポチあるし、あとありがとう、ありがとう、嬉しい。お、舞台当たりました、ありがとうございます。そう今日はね結構舞台当たったよって言ってくださる方が多くてですね、とても嬉しかったです。皆さんにお会いできるということで、そう、あ、そうそうそうだね、月曜日までなんだもんね確かね、そうそうそう。ね、銀貨の鍵入れない、うん、鍵洗う時、え、そう分かる、鍵とかねなくしちゃうとすごい焦っちゃうからね、なくさないように、ね、流れ星ありがとう、嬉しい、ハートもありがとう。ベースメイクは
あ、アイシャドウは顔になりたい。嬉しい、ありがとう。あかねちゃんっていうね、 AKN さんって言っちゃった、ありがとうございます。脱いだらノンスリーブ、うん、そうだよ、うん、でも寒いからね。そう、千秋楽行きます、ありがとうございます。あー、皆さんハートもたくさんありがとう、ありがとうございます、嬉しい。そう、メイクメイクメイクなのよ、忘れてないよ、大丈夫だよ、私そうパーンって食べ忘れないから安心してください。ちょっと落ち着こう。ベースメイクはありがとう、皆さんからのハートが嬉しくって読んじゃう。ありがとう、わあ、しげちさんたくさんありがとう、ありがとう、ビッグハート、忘れてないから本当に忘れてないので安心してください、忘れてないよ、あとありがとう、しげちさんありがとう。ベースメイクはまず今日は化粧水の液をして、その後に日焼け止めを塗りました。日焼け止めは最近ね、新しくね、名前合ってるかな、名前合ってるかな、アネッサさん使ってみています。下、一番下に日焼け止め塗って、その後にプレゼントでね、お友達からのプレゼントでいただいたポール&ジョーさんの下地を塗っています。で、その後に下地塗るでしょ、ファンデーション、ファンデーションはメイベリンさんの110番かな、多分をつけました。で、こうジュッジュッジュッってまず指でこうなんとなく5点くらいにつけて、そこからスポンジでパパパパパパって伸ばして均一にしました。おまめちゃん、アイラブユー、ありがとう、今日もありがとう、アイラブユー、嬉しい、ありがとう、アイラブユー、クマです、クマクマ、ありがとう。で、ポールとジョー初めての質問なんだけど初めて聞いた、どっちも好きです。どっちかなんて決められない。初めて聞いた、オーケーだよね。で、あとファンデだったらパウダーはキャンメイクさんのね、これ多分もう売ってないかもしれない、どうだろう、わかんない、トランスペアレントフィニッシュパウダー VSA さんです。売ってるか売ってないかわかんないやつ使ってみます。やった、受けたって面白かった、ありがとう、今日は素敵、ありがとう。ブルベなのかな、わかんないんですよ、グリベ迷った時はグリベで。クッションよりリキッド派、初めはなんだろう、メイクの一番初めにする時はリキッドだけど、直しをする時はクッションファンデにしてますね。リキッドだとね、だから私のね技術が追いついてないから、こうリキッドで直すと逆にこう重くなりすぎちゃうというか、パリパリなりかけちゃうので、直す時はクッションファンデで重ねてます。ツヤ肌派、ああそうだね、どちらかって、どうだろうな、最近マットが気に入っているからな、パウダーつけるくらいだし、最近マットかな。そう、直す時はファンデーションの話かな、クッションファンデはねミシャンさん使ってますよ、パチ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 、昔はねこれベ、それをねずっとベースメイクというかもう一から使ってたけど、ライブとかねするとね、下地とかをちゃんとした方がいいんだなって気づいて、まずはベースはこうしっかりとリキッドでして、でまあ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 リハとかしたら崩れるので、そこからクッションファンデパチパチパチしてます。グリベ、きっときっとグリベだと信じてます。メモってくれた、メモってくださったんですね、ありがとう、嬉しい。今
化粧水コットン使わないですね。使わない。手でねして、あのマッサージをねしながら、こうやってこことかね、グリグリグリってグリグリグリってグリ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 って、ね、顔をめちゃくちゃ伸ばしてマッサージしてます。メイク時間はだいたい40分ぐらいかな、40分プラス5分くらいで髪の毛ストレート、5分もかかんないかもだけど、ストレートしてるって感じかな。可愛いって、ありがとう。しん。だ。あと4日で300日。わあ、4日で早い。やあ、すごい嬉しいよ。ありがとうございます。4日は何日？4日って何日になるの？カレンダー、カレンダー。皆さんのコメントの方が早い気がする。私がカレンダーを開くより、1234、水曜日、水曜日やってる。今日から4日、明日から4日だよ、ね、水曜日の水曜日。おやかかわいい、ありがとうございます。皆さんの方があれだった、私の方が早かったね。水曜日だと思います。おろそーだ、おろそー、土下座しちゃった。水曜日っぽいですね。なんだろう、化粧道具、化粧品何かな。あ、そう、さっきちょっとちらっと見たけど、チーコはね昔は全くしなかったんですけど、最近はねちょっと調べる。コメント取り入れすぎて、ごめん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 なさい。めちゃくちゃコメント取り入れちゃった。なんだっけ、チークは最近はするようになってます。結婚してありがとうありがとう。びっくりしちゃった自分でも。すごいコメントを頭にすごいインプットしちゃって。チークは最近はするようになってます。するようになりました。17日っぽいですね。ありがとうございます。チーク調べよう。紛らわしいこと言っちゃった。そう、ミラムがある頃に、おお、365日後ってことだよね。5月から。チークはセザンヌさんの10番。私の記憶ね。サナツーさんが、嬉しい。わあ、嬉しいです。ありがとうございます。え、それはいつのお話なのでしょうか。嬉しい。ありがとうございます。いやー幸せ、ありがとうございます。ねえ嬉しい。あー、ちょっとスクショしちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。いやースクショ必須でしょ。ありがとうございます。嬉しいですね。記憶が確かなら、いや、信じます、信じます。ありがとうございます。洋服何着持ってるの。何着だろう。何着だろう、数えたことないな。でもね、私はね、あのね、こう表に出るお仕事をさせていただいてから、お洋服を買う頻度はすごくね、ね、上がってというか高くなって多くなって、お家にずっとね置いとくとどんどん溢れちゃうので、実家に送っているんです。なのでね、増えるけど減るみたいな、増える分減らしているので、タンス自体はね私6個くらい、6個プラス、まあ、かけれるものはかけたりぐらいで収められるようにしてる。そう、いや実家が本当に物置になっちゃう。そう、私さんも家にいないのにさ、でお家をね
福岡のうちを出た時は「あの私のもの」って言って、ほんとこんぐらい、なんだ、引き出し、引き出しの一段分ぐらいに収めてたんですよ。なのにどんどん増えるったら増えるったらでね、全然ですよ。配信とかさ、毎日してるとさ、お洋服どんどん増えちゃう。でもね、楽しいですね、こうね、こういうお洋服をさ、たくさん着れるというお仕事をさせていただきていることが。ラッコもタンサルのキュッキュッキュッって収めてる。でもね、あれだよ、あのすごくね、気づいたらね、お洋服のね、あの山ができちゃいそうで、あの本当に気をつけなきゃだと思って。衣装店できるかも。でもね、あのいとことか近所の友達とかにあげてます。あげろーって言ってハートありがとう、ありがとうございます、今日ありがとう、ありがとう。するときはするって感じですね。私はしかも夜にね、よし片付けようっていう時があって、あ、そう、もちろんお母さんも来てますね。お母さんも来てるし、結構ね、周りの人にあげてます。なんか友達が東京にね、遊びに来てたりするんですよ、たまに。でね、あのよく遊ぶんですけど、東京来た時に「ね、洋服いる？」って言って、「洋服ちょっとまあ今もう着らんやつがあるんやけど」って言って「何着か持って帰ってるする？」って半分あのね、まあ相手もね、「え、欲しい！」って言ってくれるのであげたりするんですけど、あのそうなので、お友達にあの私からのプレゼントということで、毎回 お洋服をね、あのあげたりしているお友達がいますね。まあそんな、どのお友達にもみんなにそうしてるわけじゃないんだけど、そうそうそうね、こんばんは、こんばんは、はい、あげたりしてるから、そうそうそう。お洋服とかさ、ネットで見てたりするとさ、可愛いのとかすごくいっぱいあるの。あ、これも欲しい、あれも欲しいってなっていくにつれて、私なんかこうお洋服をね、見すぎるがゆえにそのいっぱい探すね、こういう服とかああいう服とかって、いっぱい探すと、私ってどんな服が好きなんだっけって、ね、不意に分かんなくなる瞬間がね、出てくる。なんだっけ、何が着てんだ。こんばんは、こんばんは、嬉しい。でもあれはゆかちゃんからお下がりもらえる世界線だったのかな、ありえるかもね、どうだったかな。ね、私もいや結構ね、結構シースルーですよ。ここがねシースルー、こう鼻の部分が、ね、結構しっかりとしている刺繍があんま見えないね。確かシースルーです。なのでね、ちょっとね、今日お話し会のね、会場で私がちょっと暑かったから冷房つけていたんですよ。で、時間が経たずにする寒くなってきちゃってさ、シースルーだからこう、ダウンを取れるような生地ではないので寒いって思ってた私が悪いのよ、冷房をねつけちゃった。誰の系統が好きとかありますか？誰の服だろう。ミヤありがとう、ありがとうございます。誰の服だろう、私のどっちの系統も好きで、カジュアルもガーリーも好きだし、こういうかっこいい系も好きだし、結構本当に誰の服かは、アリスのようなものは私まだ人生で一度も挑戦したことないかもしれない。
あれは私は多分似合わない気がする。どうだろう、私が着てる自分を想像つかない。どうだろう、想像つきます皆さん。あの割ともう今日もフリフリレース、フリフリレース系私多分着ないんだよね。レース入ってるものあまり着ないかも。若干のお花柄とかはあるけど。でリコの毛糸好きだね。リコの毛糸とかも好きだし、ま、大まかで言うとね、もちろん他のメンバーの毛糸も好きなんだけど、リコの毛糸だったり、ま、ハンターへのモモカの毛糸とか結構好きか。どっちも好き、その中間も全部好き好きですね。モノトーンからブラウン系も好きだね。メンバー何系と多いの、ガーリーとかが多いイメージがある。どうなんだろう、カジュアルが多いのかな。いや結構半々じゃない、 3分割ぐらいできるんじゃないかな。ガーリーからリコとかレノンはストリート、レノン別にストリート全振りではないか。どうだろう、でもかっこいいよね、かっこいいしかわいいしみたいな、好きですね。今日のレノンのトレーナーめっちゃ好きだった、かわいいかなね。嬉しいです、ありがとうございます。何でも好きです。ありがとうございます。スタイル嬉しい、頑張ります。わあ、昨日なんですか、ありがとうございます。私昨日配信全部はあれなんですけれども、ちらっとだけお邪魔させていただいたんですよ、っていたんです。気づけばよかった、あやばい恥ずかしい、変な格好の人、気づけばよかった。でも嬉しいです。お伝えしてくださってありがとうございます。ありがとうございます。マッチさんありがとう。虹。たくさん晴れだね。今から晴れるよ。虹ありがとうマッチさん。今日もお疲れ様。アバター変わった。ハート授与してる。ありがとう。そんなさなつんさんの配信でどのようなことが起きて私のお名前が出てくることになったのでしょうか嬉しい、似合ってるってありがとうございます。嬉しい、スクショしちゃった。ありがとうございます。ねえ、ブレマ会でなことなことございません。ありがとうございます。ブレマ会背負えるように自分磨き頑張ります嬉しい、幸せね。今年もこの以上やりますからね、先輩方と頑張ってお話するんだというね気持ちで、去年まあね、去年からその1年間で何かその自分自身が成長したかと言われたらよく分かんないですけれども、まあ去年も緊張していて、きっと今年も緊張はするんですけど、でもね、あのもっともっとお話できるように頑張りたいと思いますちょっと滑舌、のみさんのお話を、あ、そうなんですね、ニアジュメンバーのことになったんですね。あら、ありがとうございます。嬉しい、教えてください。嬉しい、みつきさん、はじめまして、ありがとうございます。ニアリコールジュイの村山ゆかです、よろしくお願いします。あ、久しぶりに来れた、じゃがと変わったのかな、ありがとう、嬉しい、来てくれてありがとう、こんばんは、こんばんは。じゃあない方がいいかもするわけないじゃないですかやめてくださいよ、するわけないじゃん
よし、絶対にも私もペコ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 してると思うよ嬉しいですね。ファンマークはですね、まあ私が言っているのに非公式という形になるんですけれども、虹と風船ですね、あの何人かつけてくださっている方もいらっしゃるんですけれども、虹と風船ですフフフ、逆に見てみたい、よしよしよし、虹は上がっちゃって恥ずかしい、できひんかなってあかんとかあったーって。なるほど、ありがとう、すごい名前めっちゃ変わったね発揮しましたってありがとうございます。この流れはもしかしてつけたいなって、1ミリでもちょっと揺らいでくださったということですかどうなんですか嬉しい、質問してくださってありがとうございます。そう、本人が言ったら公式なんで、そうなんだよ。でもさ、結構今元気な原色系の色じゃないですか。今はもうね、全然もうすごくめちゃ可愛くて私っぽいなと思いながら勝手にお気に入りの絵文字たちなんですけれども、これがさ何年後かにさ、ちょっと私のキャラ的にちょっとこんな元気じゃなくないかいとか、なんかもういつか何か動けるかもしれないじゃん。ずっと永遠と非公式という形で、いつか変わっちゃうかもしれないじゃんという意味でですね、はい美味しいオムライスぐらいふわっとあつ全然対応しますってありがとうございます、嬉しい。青いシャツの枠になっちゃうかもしれない、かもしれない、こっそりかいないで、あ、それはもちろん、あ、風にじさんになっちゃうかもしれない。どうなるんだろう、ツインテはね、わかりませんね。ウインクだってあまりでですからねそう、想像以上に鮮やかブルーな感じになってます。皆さん、実はですね、私ちょっと前に少しだけ髪切ったんですよいきなり皆さん気づいてくださいました絶対気づかないくらいにね、切ったのよ実はですね、わかんないでしょ、私もわかんないもん、本当に毛先を整えるくらいので切っていただいたのであれなんですけど前髪はね切ってないの、後ろ髪をね実は切りました皆さん木がめっちゃ多いけど大丈夫そうですかいやこれはね絶対わからないんだろうなと思って、ちょっと皆さんをちょっといじりたくなっちゃったっていうすいません、だからね私が気づいてほしいんだとかっていうわけじゃなくて、皆さんのその反応がちょっと見てみたかったっていう、すいませんねいやもうね誰もというか、だって私数日前に美容院行ったのであれなんですよ、全然今から言うと、優しい。そう、夏に向けてというか、ポニーテールをねした時にちょっとね伸びすぎてというか、なんだろう、短い時の長さでので揃えてもらってたから、こうちょっとねポニーテールした時に暴れ出すようになっちゃって、だから美容院行ってトリートメントと
カットとしてもらおうかなと思って。あとねストレートもちょっとかけてもらったからね、嬉しいんだ私。ちょっと髪の毛ツルツルで、今日も髪の毛こうやってセットするとき楽しかった。そうそうそう、いや気づかないよね。私もね、あの本当にね、本当に傷んでるところをチュ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 って切っていただいただけなので、あのそう、私この間ジュリーがさこんくらい5センチくらいなのかな切ってたのを私は気づかずに10分20分とお話ししていたのでちょっとね私本当気づけない人なんですよ。どうし頑張ってもなんでですか。ちょっと気づきたいんですけどね、ちょっと私の苦手分野ですね。髪の毛切ったかどうかね、わかんない。髪色染めたとかはね気づけるんだけど、短くなったとかねなかなかねどうしても気づけたことがね本当少なくてそうそうね、毎日メンバーの髪の長さね測らなきゃ。おはようって 30とかだったらこのぐらいか、65とかってねメンバーでさ一番髪の毛短い子って誰なんだろう。あっ、あずまさん、くまちゃん、ちょっと遅くなっちゃった。くまちゃんありがとう、ありがとう。くまくま似合うもありがとう、ありがとう。くまですね、ハートありがとう、嬉しい。やめた方がいい？あいみが確かに短い、短いのはあいみか、確かに。私は長いのって言いたかったんだろうなんて今コメント見て思っちゃった。長いのは誰だろう？短いのはあいみ、アリスの方がちょっと長いのかだから。コノア、ああ、コノア確かにコノアかも、コノアかな。私はね髪長い子はね4人ぐらいパパパパって上がるので、その中で1位が私には分かんなかった。わあ、虹色の星ありがとう。コノア確かに長い、そうアニメも長いイメージあるし、葵も長いイメージあるので、リコもね結構長いなっていうのがあって、うん、そう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 、コナーなら髪はかって言うなんてコナーの誰だ、コナーの誰だそうそうそう、リゴってなってる、ね、リゴじゃんだからそうそうそう、切ってるからね、こんぐらいに多分短くなってると思う。そう、青めっちゃ珍しい、こんぐらいのパキパキ青は。今日のツイートの画像感動しました、ありがとうございます、嬉しい、感動、嬉しいですね。またちゃんと写真撮れるように頑張ります。皆さんに配信とかでねたまにさこう今日の美女めっちゃ好きとか言ってくださる時は、私はあの自撮りをするというね、最近、まあ、しない日もあるけどお家でも自撮りしたりするっていうのが最近の私ですフフ全身写真好きです、ありがとうございます、嬉しい。全身写真ね、私もね全身写真どこできるようには毎回のお話し会で全身コーデをねするように意識はしてますね。皆さんが好きって言ってくださるから頑張れちゃう。流れ星ありがとう、ありがとう、嬉しい。明日の美女未来予知、明日はどんな服を着ているんだろうか、ちょっと青かも、また青かもとか言って本当に青の服ばっかりだ。
うんうんうん、あ、左右ハートの、そうあれね、ツイントだったらさ、ちょっと真ん中にさ白の、枠組みみたいなの入ってたけど、ぜひね保存して、皆さんのカメラロールの中で見てください。めっちゃぴったりなの。しかもあれね、どっちも一発撮り、こうこっちこうこうで一発撮りして、こうで一発撮りしてっていう、だからあの写真はね2枚しかない、まあ、あれとあれしかあのポーズで写真撮ってなくて、そう一発、そう一発でできたことが私も嬉しくて、いつか投稿しようと思っていたんです。そうそう、配信でもやれてて、そうそうそう、その時期ぐらいのね、ちょっと前のねお話し会の時の服なので、そう私もねびっくりしちゃって、これ投稿したいと思って、そう、天才だなんてありがとうございます、らしい。3回のコメント聞いて頑張ってます、頑張れー、応援してます、応援してるよ。ねえ待って、えこれって絶対だってだってときめきラビュー、イエーイ、嬉しい。反転させてるだけかと思った、そう反転ではないんです、前髪もね同じ分け目だから。でもねちょっとさ緊張しすぎてさ、私顔一緒なの、本当に顔一緒すぎてちょっとびっくりしちゃうよね。顔一緒、ハートありがとう、ありがとうございます、嬉しい。画面割れないで、割れないでくれ、可愛すぎて、嬉しいです、ありがとうございます。もうねすごい後輩感好き。当たり前じゃないですか、当たり前じゃないですか。いやもうね、とっても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 幸せでした。何、うんうんうん、すごい色似てる、その絵文字にしたらよかったのか、いや絵文字どうしようと思って、でもちょっとクールな感じだからと思ってライオンにしちゃった。あ違う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 、狼にした。狼の絵文字にしてみた。私言い間違いがすごいのよね、似てるね、蝶々、嬉しい。また今日の写真まだ何枚かあるかな、今度ちょいちょいつけてみよう。チャイナドレスではないですよ、全然ジャケットみたいな感じ、もうちょっとねこうボリュームがあってみたいな感じかな。これ締めてね着るのもありだし、開けて着るのもありだよっていうお洋服ですね。すごい青いっぱい、この恐竜のマークとか私好きですね、何かの時に使ったことある気がする。閉めてるの好き？閉めてると思ったら全然印象変わるよね、青い、めっちゃ青いだ、なんかさリラックス効果ありそうなぐらい青い。ね、絵文字かわいいね、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ももかしてたね、ももかにはちょっと失礼になっちゃうけど、ももかの写真のお団子部分をトリミングしていただきまして、私の、ね、いつかのポニーテールの時の写真とかで、ね、ここがこう髪が下りてない状態の私にこうパツッパツッとトリミング画像をはっつけていただけると、きっときっときっとお団子ツインできるんだと思います。そう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 ね。ね、結構ね切り抜くとか大変かもしれないけど、パツッパツッと
る？見る？見るまでパーン。私のツインテールを見る方法はだからそれですかね。誰かのツインテールをしている写真をちょっとお借りしまして、あのするか、まあ、私のポニーテールのもう片割れをこうやってこう燃えてくるかぐらいかな。うん、私結構そういう画像コラージュみたいなの好きですけどね。一時期めっちゃハマってて、お友達と中学校の時とかかな、あのお友達と遊びに行ったら、そのもう遊び終わりバイバイって別れた後に、あの今日撮った写真をコラージュして友達に送るって、今日はありがとうとか言ってコラージュした写真を友達に送るっていうのハマってましたね。そうそうそう、ハートありがとう、嬉しい、ありがとう、やった。そうそうそう。そうそうそうかもしれない。私がツインテールをするよりもコラージュでした方が早いと思う、早いと思います。もうツインテールしていないメンバーだってまだいるでしょ。あゆみのツインテールとか見たことないでしょ。あのね、まあ、もしかしたら過去にはねあるかもしれないけど、その入場に入ってから見たことないでしょ。ないでしょ。あとは誰だろう。でもこの間ここつけてたね、可愛かった、クリップ2個つけてたね。それこそあのチャイナっぽいお洋服ですって言ってた時だね確か。あとは誰、みんなしてる、もしかして、もしかして、もしかしてみんなしてる。結構みんなしてるね、意外とみんなしてるね、みんなしてるじゃん、意外と、意外とみんな、意外とみんなしてるね。そレノンがさ意外とね、すごいツインとか しなさそうなねイメージなのよ私の中で。なのに対面お話し会の時にねハーフツインしてましたからね。レノン、私隣のレンだったんだけど、すごいハーフツインだって思って、近かった、ギャップ燃えするね。レノンハーフツインというかツイン系かわいい、結構ね乗り気なのが私の中です意外で、取り残されちゃう、いかないでーって感じ。そうそう、乗りでやっちゃうからね、そういかないでって、いかないでほしいけど私は一歩も進みたくはないですね。そう、ねコスプレ、そう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 。コスプレもね本当にすごいのよ。コスプレまだしてないメンバーいるでしょ。毎日コスプレしてそうのような勢いだよね。お話し会の時はコスプレのイメージすごくある。映画まだ見てないです。でもすごく面白そうですよね。ノリノリでやるタイプだと思ってた。あ、やめた、それびっくり。ツインしてる？いや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 。いや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 。あ、ほら、コナンもきっとしないよね。そういうことだ。この優香。アリーは？あ、でも私も一回コスプレしますからね。一度してますからね。サンタさんしましたからね。サンタさんしたんだよ、私は。ツインで、サンタさんしたんです。
は皆さん忘れてないですよね。私一度しているんです。そうそう、実はすごいね、サンタの投稿をした時のあのツイッターの動きが今までに見たことないぐらいにあの動いていまして、あの皆さんたくさん見てくださっているんだなっていうのですごく嬉しかったですね。そうそうそう、嬉しかったですね。ハロウィンの日はね、私しかもその前日にハロウィンだと思ってハロウィンパワーで色合いのお洋服着てたから、もうなんかあどうしようと思って、別になんか仮装買ってなかったしなーって思って、そう、いやちょっと前日がもう私ハロウィンだと思ってたから、はい、ハロウィン気分なしの普通の配信をしちゃいましたね。そうなんですよ。いやだけど、家族、叫んだの？嬉しい。そんなそんな。嬉しいですね。明日行事だね、サンタさん。今のところね。今のところね。ハロウィン、いやそうなんだね。31日まであるのもね、ハロウィンってね、11月がね30日までかと思ってたのよ私は。こまちゃんヘア、こまちゃん葵がお話し会の対面のお話し会の時こまちゃんしててめっちゃ可愛かったですね。え、ハロウィンって10月だっけ。え、10月だよね。え、11月じゃないの。え、10月じゃない。違う、10月じゃないじゃなくて、あ何やってんの、本当にそう、本当にそうだ、11月だね。違う11月って言っちゃうの。10月だね、ハロウィンはね。全部違う、全部真逆のこと言ってた。怖い怖い怖い。ああ、落ち着いてない、てへへへ。私落ち着きのある配信どうしてもできない。見た目はね、でも涙、涙出ちゃってる。ああ、困った困った、困った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 。ねえ、私ももうちょっと落ち着きたい、落ち着きたいんですけど、ね、ふう。小沢美さん、そうなの、ちょっと私も目指していいかな、賛成していい。あ、葵とクマポーズしてる写真ある、私投稿してない写真ありますね、そういえばある、ある気がする。毎回ね、葵とね写真をね撮るときね、クマポーズしようって言ってクマポーズしてるんですけど、小沢美さんに対抗しようかな。あゆみの配信はねすごくね、あのあゆみの明るさがねすごく好きです。私は結構あのあれじゃない、話してくれるやん、そういえばねみたいな、あゆみはさみたいな、あとあのあゆみのポジティブなところ、もう何でもポジティブ変換にできるじゃん、すごく好き。あの
共感しつつも、そのなファンの皆さんがその何かちょっとこう落ち込んじゃったんだみたいなコメントに対しての共感しつつもめっちゃプラスに捉えるのあの感じすごく好きですね。あいみやさん、いやそうなんですよみたいな。あいみも私思ったんですよみたいな。私のイメージね、ちょっと似てはないと思う。私の中であれそんな感じのイメージ。コナーとかめっちゃ落ち着いてない？うん落ち着いてる。この間コナーの配信見に行った時に落ち着きすぎててびっくりしちゃいました。似てはないね。うん似てはない。あいみとのにまどしてる。どっちが落ち着いていられるかな。落ち着いてる時眠い時。ああなるほど、バレちゃいますね眠いかどうかが。えもちろんですよ。いいんですか、逆にお話ししたいと思ってくださって嬉しいです。もちろんです、お話ししましょう。嬉しい、いつも配信でお見かけしている分直接お話しできるの楽しみにいつでも待ってますね。あみの方が落ち着いてる。悔しいな、張り合おうとか。ズルよ、にぎやか、確かににぎやかなイメージあるね。ジュリーはね、ジュリーはあれじゃない、話し上手な気がする。先輩方とかのお話とかメンバーのお話とかをよくしているイメージがありますね。そう、まだ頭起きてませんよなゆかちゃんのテンション。確かに今のテンションとは絶対違うね、明らかに。お話し会ありがとうございます、いつでも待ってます。新曲発表前の配信も落ち着いてて、 あれは落ち着かないとね、あのテンション高くなってあっとかなったらもうね、もう最後の数時間でも数十分であれですからね、情報出しちゃったとかなったらもう怖いですから。9割なことない、だって今日食べ物の話してないでしょ。今日はしてない。でもきっとまあ約300日のうちで300分のって考えるとすごくあの9割ぐらいご飯の話してると思う。それはあの自覚ありですね。話し会からテンション高くてよかった、よかった、嬉しい。ずっとテンション高いですよ。そう、今日食べ物の話ないでしょ。お、初日行けることになったよってありがとう、嬉しい、楽しみだね。私たちもねどんどんさ、やっぱりこうね本番に向けてさいろいろしていくわけじゃないですか。すごく楽しみですね。食べ物の話してるゆかちゃんも楽しそうなの、いやーすっごい楽しいね、すっごい楽しい。皆さんからおすすめのあの食べ物とかを教えていただく時とかもうわ気になる、行ってみたいってめっちゃ思うもん。にじらの星ありがとう、ありがとう。おトマト行きますって、わー嬉しい、嬉しい、ご夫婦でありがとうございます。髪切ったの分からんでしょ、私もだって分からんもん、元の長さもそんなめっちゃ把握していたわけじゃないので。多分ね、あの毛先が整ったというかもうね痛みすぎてね、あの毛先が逆に硬かったのよ。なんかもう針金みたいになっちゃっててチクチクして痛くて枝毛だったしみたいな、それがねこう若干ねなくなったので嬉しいですね。チーズめっちゃ美味しいよね、美味しいよね、あれ私もまた食べたい。おリルムちゃん、リルムちゃん頑張ります。
旦那氏、旦那氏ありがとう。いや仲よ、仲よ、仲よ、仲良くてなんか幸せな空間が伝わりますわ。アイロンね、わかる、アイロンって言ったんじゃよね。か私もさ毎日さアイロンするから120度とかでしてる。髪きれい、ありがとうございます。ストレートアイロンでめっちゃ伸ばしてますって言って。予習なくても楽しめるような構成には、その1部が劇で2部がこうなんだパフォーマンスというかライブ調の感じって書いてあったので、そのなしでも楽しんでいただけるような、どの世代の方でも楽しんでいただけるような作品になってますし、でも予習をがあったらそれはそれでやっぱりさ、なんだろう、まあ、登場人物の人物、まあ登場する妖精ちゃんたちの関係性だったり、ミルモとリルムちゃんがまあ、婚約者とか、そうそうそうとか、パピーちゃんがみたいな、ムルモくんのことがすごく好きでとかっていう関係性とかが分かった上で見れるのも楽しいのかなって思ったりします。そう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 、そういう設定がさあるじゃん、設定というか、作品、原作の方でっていうのも知っていたら、なんだろう、違う視点で見れたりっていうのもあるのかもしれないですね。うんうんうん、そうそうそう、どちらもどういった場面なんだ方でもたくさんの方にね楽しんでいただけるようにね頑張りたいと思います。そうそうそう、性格とか理解してからみんなの役見返すとすごい面白いなと思った。わあ嬉しい、ありがとうございます。そういうのもねあるよね。そう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 、私たちもねまあそれぞれがね、私はリルムちゃん役をねさせていただくんですけれども、リルムちゃんをねとことん研究して頑張りたいと思います。千秋楽、おー千秋楽ありがとう、頑張ります、楽しみだね。うんうんうん、こんばんは、こんばんは。リルムちゃんのさ絵文字、またシュークリーム大好きな女の子なんで、シュークリームの絵文字つけたいと思ったんですけど、と思ったんですけど、絵文字がね、あるスイーツとないスイーツが、まあ、絵文字もさ、そんな、ね、アニメ仕様になってるわけじゃないから、なくて、シュークリームじゃないなら、リルムちゃんをどういった絵文字で表そうって悩んだ結果、なんだ、写真でさ、ビジュアル公開の時の写真でイチゴを持っていたので、私はイチゴとなんとなくイチゴと牛乳をミルクを横に並べてみるという、あれはリルムちゃん意識で今日の投稿をしました。そうなんですよ、ベーグル透明みたいな、確かに、シュークリーム見えるかも。性格はね、多分リルムちゃんのね好物とは違くなっちゃうんですけれども、好きな食べ物と違くなっちゃっているんですけれども、イメージね、イメージ、あリボンとかあっても可愛いな、リルムちゃんの絵文字的に。どうなんだろう、タンバリンもね、マラカスあった気がする、
マラカス、マラカスだっけな、太鼓だっけな、なんだっけな、あった気がするんだよね。あるメンバーもあるっていう感じ。そう、水色かわちい、やだー、美しいみたいなやつあるよね。嬉しい、ありがとうありがとう。待って、私 iPad ハテナだらけなんだけど、悲しい、ハテナだらけの皆さんの絵文字が読めないよ。きっと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 、あのピンクのハートが出たっていうねのをお聞きしたので、あのピンクのハートなんだろうなというふうに私は見てます。ハテナボックスになっているいますね。あの絵文字があのまだアップデートしていなくてきっと全然ピンクのハートじゃないな、マラカスなの、マラカスなのね。ああピンクのハートかと思ったじゃあアップデートしないとしないとですわ。置いていってしまいました。置いてかないで、置いてかないで。それは出てる、キラキラついてるピンクなんだ。そう、ハテナボックスね、多めでね、皆さんのコメントだったり、あのリプランもね、たまにハテナボックスになっちゃってて、わー申し訳ないと思って、きっときっとこういうこういう文字なんだろうな、きっとこういうキラキラした文字なんだろうなっていう、私は予想でね、皆さんのリプランを見させていただいております。あーもう、いやー、いじめないで、私もハテナばっかり、わかんないやわかんないや想像膨らむね、膨らむ。マラカスもどんな色のマラカスなんだろうみたいな。そう犬の心臓、ドク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 見えるやん。うわー、ハテナだらけだハテナ、ハテナだ。絵文字増えた、絵文字増えたってなってるハテナしか見えない、私もハテナしか、あ、待って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 、皆さんハテナの絵文字、絵文字というかハテナの絵文字使ってる？ちょっと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 わかんないよ。あら、皆さん、あ、でも同じ気持ちになれるってこと？皆さん私と同じ気持ち？みんなみんなハテナの絵文字打ってるでしょ？なあ、あら、また私には違いがわかんないからね、あの私騙されないのよ別に、どっちもハテナだから私騙されたのか騙されてないのかわかんないのよ違いがちょっとわかんないや。皆さんの方がきっとあれあれってなってるっていうねね、ハテナの絵文字なんてあるんだね。ハテナの絵文字ない？ある？どうだろう、絵文字ない？あれ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 、皆さんの中で混乱が、私は全部ハテナすぎて、あのまだ混乱、混乱の第一歩すら踏めないんだけど混乱の第一歩踏みたいのに、皆さんと同じ気持ちになりたいのにしめじにある、あ、なるほど、アプリによるのか。見にはいけないんですよ、いけないんですね。もうあの雑誌とかね、ちょっとすごく気になってゲットしたいなと思ってます。すごい、ハテナだらけ、ハテナだらけ、マリオの世界みたいだね。ほんほんって、キラ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 って、お金のコインのさやつキノコ、みたいな音じゃない？それ見えるやん。え、上手？やった。私はね、ゲーム、あの戦うことはあんましてないけど、一枚に参加をしてたからね「ピノキオ」の動画、えー、そうなの？ピノキオ、ピノキオはこっち？こっち？ピ
ノキオ、待って待って、ま、混乱してる混乱してる、キノピオ、ピノキオ、待って、どっちがどっちだっけ、あ、ダメだ、なんか、なんでこんな分かんなくなっちゃうの、怖い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 、なんでわ、なんで混乱してんだ、なんで混乱してるかが分かんないあっちとか、なんて意地悪なキノピオ、ピノキオ、あー、なるほど、キノピオ、ピノキオ、オッケーオッケーオッケー、あ、キノコだからね、私ね、キノピオ好きなのよ説得力あのないと思うんだけど、なんでって、本当に本当にって思われるかもしれないんですけど、あのキャラクター選ぶときは私キノピオだった、キノピオだったし、そう、な、何でもかんでも本当にあのマリオカートもキノピオでしたよ。そう、信じられないと思うけどね、みんなでマリオして、してみたいね、してみたい、みんなでさゲームすることとかってほんとないから、それこそあのイコノイジョイチャンネルさんで、そうそう、ボンバーマンをねさせていただいた時はすごい何年ぶりかのゲームでしたね、すっごい楽しかった、めっちゃ叫んだし楽しかった、昨日ピノ食べてない昨日ピノ食べなかった、そうなんですよ、叫ぶ、あー叫んでると思う、あー待って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 みたいな、あのマリオカートのさ、あのあれかな、マリオカートの方だったっけ、叫ぶの、あ、そう、マリオカートも、まあ、マリオ普通の方もだけど、あ、女の子ね、なんだか、ちょっと待って、私話を分散させすぎて回収しない、ちょっと待ってね、回収、今から回収するね、あのなんだ、コーラが来る時とかキャ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 叫んでますっていうのね伝えたくてそう、ちょっと回収散らばらせすぎた星っぴのないです、もうね、先日その対バンをね出させていただいた時に、アイスをねいただいたんですよ、私もなんかもう1年、いや、それはないな、それはない、そんなことはないけど、すごく久しぶりにアイスを食べました、福岡帰った時とかにアイスを食べたりはしたんだけど、ソフトクリームとかあるか、あ、そう、それがあのピノさんですね、さん付けしてた、アイスね食べたり食べなかったりかな、そうそうそう、すごいね、うわ、アイスって美味しいしかも思ったし、あのライブ後のね結構熱々の状態でね、いただいたのでめっちゃ美味しかった、美味しい、夏になるとね食べるようになるのかも、だけど冬の間はね、どうだろう、でもねあれかな、食べ放題とかでさ、ソフトクリームとかあったりするじゃないですか、そういうのはね食べたりするので、全くアイス食べないってわけじゃないんだけど、どうなんだろう、アイスは冬の方が売れるの、そうなの、あったかい中でみたいな、こたつの中で食べるアイスが最高だねみたいなのあるじゃん、そっちの人が多いのかな、アーモンド、わかる、パーティーパックみたいな、ファミリーパックみたいなのしかアーモンドってないじゃないですか、それこそあのすごいな、夏だったかなの対バンに出させていただいた時もちょうどね、あのファミリーパックのねピノさんをいただきまして、メンバーでね分けっこしたんだけど、あのチョコとかバニラとかが人気で、で、あの私とあゆみとみつきは「やっぱアーモンドでしょ」みたいな感じで、あの大体ね、そこ3人がねこう配
配る係してるのよ。あ、撮りな撮りなみたいな、好きなの撮ってみたいな感じで、私たち3人はあの結構あの 残ったやつで3人で、気使ってるとかじゃない、全然あの残ったやつで3人でヘドレにするとかでこう決めたりするんだけど、ちょうどねアーモンドが綺麗に残ってて、え、やっぱアーモンドしか勝たんよねみたいな、3人で行ってみんなアーモンド取ってね食べました。そうそうそう、アーモンドめっちゃ美味しい、え、やっぱアーモンドでしょみたいな感じで、ね、もちろんね他の味もね全部美味しいんだけどね、アーモンド美味しいよね。そうそうそう、この間のそれこそアイスいただいた時もあの3人で、はい、3人も絶対配膳係いらないのに3人で配膳係にしてて、あの足りない足りないみたいな、あピナー待ってるよとか、いろいろこっちもあるよみたいな、何がいいなみたいな取って、で3人で余ったんですよね、こ何種類かが、どうするって、その3人の中でも、え、いいよいいよ、え、いいよいいよ、いや先取りなよ、え、いいって、いいってみたいな感じで、みんな食べたいのは食べたいのよ、その食べたくないからとかじゃなくて、え、いいよいいよ、取りな取りな、いやいや今日いいよみたいな、いやいや、じゃあ分かった、いただきますとか言って、じゃあ口にしますとか言って、その3人の中でも、そう、それでアーモンドじゃない時だったから、別のアイスがいろんな種類があった時に、そうそうそう、いやいやいやいいやいいや、みんな食べたいな食べたいのよ食べたいな食べたいけど、その味とかにめちゃくちゃこうこだわりがあるみたいな人でもない3人というか、そうそうそう、残ったものでいいよ、食べな、好きなの食べなよみたいなのがお互いを言うっていうね。そうあとね、私はね、あの決められないからっていうのは全然、なんかあの決められないから、皆さん選んで、皆さん選んで、その選択肢が少なくなった上でとかが好きですね。今日も来ました、ありがとう、この間も来てくれて覚えてるよ、グータッチしたもん、ありがとう。ゆうじさん、はじめまして、ミヤリコールジョイの村山由佳です、よろしくお願いします。チョコミント、お、チョコミント、リコと一緒だ、リコのね、夏になったらまた食べ出すんじゃない、冬の時でも食べてたけどね、うん、歯引っかかった歯磨き粉、うん、歯磨き粉、ミント部分が歯磨き粉なんだよね多分。可愛いって、嬉しい、ありがとうございます。チョコミントアイスのチョコの感じ、あのチョコチップっぽいじゃん、チップなのかな、すごい細かいチョコじゃん、あのチョコすごく好きですね、あの食べて、そう、粒の感じ、こう舌の上でこう粒々に溶けていく感じ好きですね。めっちゃ食べるわけじゃないけどね、チョコミントアイスは。いつ食べたんだろう、なんで食べたんだろう、あ、学校で、高校の時にすごい、それこそそのチョコミントアイスがすごいみんなの中で流行ってて、でちょっともらったっていう感じかな、ちょっともらったのか友達と半分こしたのかみたいな感じで食べたことがあります。そう、うんうんうん、ね、チョコミントの味そうと思った、私もチョコミントのお話しながら思った思ったあらあら、ありがとう、来てくれて嬉しい、ありがとう。めっちゃ前、うん、めっちゃ前だね、あのチョコが入ったバニラバージョンとかで食べてみたいな、別に食べれないわけじゃないんだけど、モンブランはね最近食べてないね、食べてないね、食べてない、あれかな、ブラックモンブランのこと、アイスの話してる、アイスの話だったらブラックモンブラン、モンブラン、ブラックモンブラン食べてないね、え、普通のモンブランの話、どっちのモンブランの話、アイスの方のモンブラン、ブラックモンブラン、ケーキの
がね、あの九州民じゃないとね、メジャーというか全国のアイスじゃないからね。どっちだろう。でもね、私モンブラン大好きよ。うん、ケーキのモンブラン大好きだよ。でもどっちも食べてないけど、どっちも正解じゃない。落ち込まないでね、落ち込まないでモンブラン待って、気管に入った。吸いながら笑うと気管に入るね危ない。モンブランが気管には省略しすぎてるのよ焼きプリン美味しいよね。好きだよ、好き。いや食べたいね。私ね、さ、私は一つ物申したいことがあるんですよ。私はこう、なんだ、食べてないねって、最近食べてないなみたいなことが多いじゃないですか。食べてないって思うことは多いんだけど、嫌いじゃないからね。もう大好きだよ、私スイーツ大大大大大好きだから。あ、ゆげちゃんってそんなにこの食そんな好きじゃないんだとか思わないでね今さら今さらな話、え、ほんとじゃん、食べ物の話しちゃってる。そう、別に食べてないから、あ、ゆげちゃんは本当に好きなのか、こやつは本当に好きなのかとか思われそうてそうだなと思って言うんですけど、そう嫌いな食べ物聞きたい。ないかも。最近ね、昔はね、生のねセロリとか好きじゃなかったんですよ。でも最近になって、お店でね、お店というかデパ地下とかでサラダを買った時にセロリのスライスが入っていたんですよ。そうで、初めうわこれセロリの味だって思って、すごい幼い頃のセロリ苦手記憶が蘇ったんですけれども、でもね、全然食べれた、え、食べれるじゃんと思って、え、なんだ、美味しいじゃんと思いながら克服してましたし、パセリも食べれるね、ピーマン食べれるよ、あとパクチーもね、この間ね、そうエスニック料理を食べたみたいな、この間言ったじゃないですか。その時に乗ってて、私ね、パクチー今まで出会ったことがないから、食べるか食べられないかもよく分かんなかったんですけど、これがパクチーだよとお友達にね教えてもらって、パクチーだと思いながら食べたら全然食べれたし、なんならなんか昔食べたことあるなと思って、多分その時パクチー認知をしていなかったというね感じだった。そう、菜の花、菜の花、確かにちょっと独特な菜の花感はあるけど、私は好きですね。菜の花この間春の時に買ってごま和えとか作った。そう、知らずにね、初パクチーしてましたね。トマト無理なの、美味しいのに。私今うちにトマトいっぱいあるよそう、何でも食べれる。まあね、その自分から進んで食べなくてもいいかなみたいな。あ、ゼンマイね、ゼンマイ、え、煮物とかに入ってるんですっけ。ゼンマイ写真とかでは見たことあるけど、食べたことあるか記憶が曖昧だな。そう、別に自ら食べなくてもいいかなって思うものはゼロではない。でもそれは食べれるので嫌いとかではないかなっていう感じ。そうそうそうね、生魚とわさびと酢飯がダメなせいでお寿司が食べられないです。あれやん、お寿司あんなに美味しいのに。でもあれよね、好き嫌いってさ、こう好きな人からしたらなんでこんな美味しいものがっていうのとかあるよね。納
ポリタン味私食べたことあるかも、家族でね、家族か学校か家族かな、みんなでワケワケした記憶がある。あと卵焼き味食べたことがありますね。納豆巻きといくらしか勝たん、美味しいね。納豆巻きは食べたことあんま記憶がないというかないかも、私納豆巻きないかも、食べたこと、納豆ご飯をあまり好んでしないので、どうだろう、どうだろう、納豆巻きって私ないかも、食べたこと、納豆ご飯せいぜい納豆ご飯ぐらいまでしか食べたことないかも、納豆とご飯の組み合わせは。そう、別々に食べる派なんですよね私は。苦手じゃないんだな、納豆は好きなんだよ、納豆も好きだし白ご飯も好きなんだけど、別に合わせて食べるよりかは別々で食べた方がきっと美味しいなっていう、食べれなくはないしね。でも自ら進んで食べてないかも。コンビニとかで納豆巻きあっても納豆巻きの横にネギトロ巻きがあるのでネギトロ巻き選ぶかなっていう感じそうっていう感じですかね。そうなんだよ、甘納豆は好き、美味しいよね。おばあちゃん家とかにやったら絶対あるから、もう進んで食べてた。なんかグリーンピースみたいなさ色のな甘納豆ないですか、ありません、あめっちゃ好き、グリーンピースみたいな色の甘納豆めっちゃ好き、特に好き。あと小豆、シンプルに小豆のも好き。へー食べたくなってきたな、食べたくなってきた、食べたくなってゾワゾワしてきた。電力豆っていうのかな、初めて名前は聞いたかも。どうぞどうぞありがとうございます。飯に甘納豆入れるんだけど、すごい、炊く時にってことですか、甘納豆炊く一緒に炊くってことかな。私もお腹空いてきた。そして私は今日のノルマ達成していないことに気がついてしまいましたので、気持ちいい、気持ちいい、気持ちね。でも30分大丈夫うわお私なんでこんな通知音量大きいのさ、なんでこんな大きいのさ通知音量。お洋服かわいい、嬉しい、やったありがとうございます。通知より先に乗らないとなかった、うん、うん、そんなことない、そんなことあるわけないじゃないですか。びっくりしちゃったよ、振動かな、なんだろう、バイブがあったからかな、そう見えたいや私滑舌本当にあのね口をね縦に開かないんですよね。よくね歌でもね課題点なのよ、口縦に開かないの、あいうえおお縦に、口縦に開いた方がいいみたいです、いいみたいですね そうそう、あいうえおいうえおはとかね、発声練習いろいろありますね。葵ね、そのね特技ね、あのなんだ同じ音をすごく早く言うみたいな、ぬぬ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 みたいな、すごく葵すごい早いんですけど、演技のレッスンの時だったかな、その他己紹介みたいな感じで、あの名前順なのでその美月とねペアになってて、その葵が美月を紹介するみたいな感じの時、あ逆逆逆逆逆逆、美月が葵を紹介するやつで、その葵がその披露してたんですけど、じゃあ美月の実みたいな感じで言ってたんですよ。みみ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 って、みって難しくないですか、
みつきってしてたんですけど、みみ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 ってみみ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 、すごいね、それが葵がめちゃくちゃ速くて、あの私たち聞いてたね、あの他のメンバーたちも聞きながらみみみみみみって隣同士で、え難しいよねみみみみみつつ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 、聞き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 、え難しいね葵すごいねってざわざわとしてましたね。セミみたいになってんじゃん。マミムメもそう、私のね名字難しい、村山ってムとマで挟まってるからね、マ行マ行サンドイッチしてるから、ミミ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 ミムム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 、絶対遅いのよ私。むむ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 、何が一番難しいか探そう、探してみたい。ハギョか、ハヒフヘは絶対難しい。あでもあれか、意外といける、ハハ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 、うん、うん、難しい。かきくけこ、わからん、かきくけこ、かきくけこ、難しい。難しいね。は行、は行はやっぱ、息がさ、こう、抜けるから。お、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 え、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 難しい。わわ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 、難しいね。難しい。あ懐かしい、あったね、あったね、懐かしい。みゃみゅみょ、確かに。ちょっとさ、今度葵にねしてみてほしいね、は行とかごとか。懐かしい。この顔深い。似てな。クジョン全部言ってもらってね。顔のじゃ似てないね。私すぎて面白い。川の中に石がある。ルー巻き舌になっちゃった。ある。全てにおいてさ似ないんだけど。石がある。全然似ないんだけど、難しいね。この川深い。雰囲気は？雰囲気だけでも伝わってくれたら嬉しい。伝わっててよかった。ボボ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 。何だ、なんかさ昔の方がきっと上手だったよね。きっと昔の方が上手だった。かわいい、ありがとう、嬉しい、ありがとう。一番寝てた。ボボ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 、ここのめちゃん恥ずかしい。お、予定いってらっしゃい、ありがとう、嬉しい、ありがとう。恥ずかしいからではありつつ、つけつつに真似しちゃうっていう。初見さんじゃないのを私は知っている、ありがとう、今日も来てくれて。
モノマネって難しいですからね、本当に。ガンガンに寒くして口ブルをフォローするブルーレンコで。なんて名前を？ボボボボボボって。寒いからボボボボボボボ。確かにボってね、唇触れちゃうからね。アラーム終わりにしようかな。アラーム終わり。バレてた、バレてます。初見さん詐欺みたいな感じだね。気づいてますからね、みんなさん。でもね、押しちゃう時あるからさ。なんかそんななんかまた押してるとか絶対思ったことないので大丈夫なんですけどね。あ、今日も来てくれたんだって。あの目に入った時に思ってます。かわいい、ありがとう、ありがとうございます。アラーム切ってほしい。あ、逆に、やばい、そんなアラーム切っちゃいたいけど今日のノルマ達成しなきゃ。まだまだ初見です。 2回目まして3回目まして2回目まして。嬉しい、絵文字を。あの君の夢を見たんだ。アラーム聞いて今日終わるんだなって、なんかあれだね、下校のチャイムみたいな、6時のチャイムみたいな、地域で鳴るじゃん。そういう感じの感覚になってくれてる。アカペラ嬉しい。太鼓の達人、太鼓の達人って難しくない？私さ、昔からね苦手なのよ。お友達とねしたこととかあるんだけど、タイミング難しいね。レンダーよくしてたな。あとさ、あのなんだ、おっきい丼あるじゃないですか。おっきい丼というかこう両鉢、あの2本の鉢で叩かないと、そうそうそういけないドン。あれ私ねこちゃんとしてたんだけど、あれって真ん中叩いたらいけるらしいね。知ってました？あれって真ん中叩いたらいけるらしいんですよ。で私は両方叩かないと気が進まなくて、そうね、私びっくりで、そうらしいのよ。知ってた？ね、そう私もねお兄ちゃんに教えてもらったの。だって言っていいんだよ、優しいね、言っていいんだよ。ごめん、やっぱ知らないって。皆さん優しすぎる。そんな私が悲しむからとか思わないで、言っていいんだよ。そうそうそう、わかる。私もね2つドンってしてた。知ってても2つドンってしないとうまくいける気がしなくて、ゲームの知識はね 9.5 割。お兄ちゃん、私はゲームで新たな知識を得ることは基本ないですね。あのルール通りにしてますよ。そう、ゲーマー、どうなんだろう、どうなんですかね。何に、なんだろうな、なんだろう、なんだろう、なんだろうな。まあ私よりはゲーマー。私基準で言うとゲーマーだと思うけど、わかんない、ゲーマーというか私よりはしてたなっていうイメージ。ダイヤマンさん、タコさん、ありがとう、タコ焼きありがとう、嬉しい、今日も来てくれて嬉しいです、ありがとう。そうそう、うん、みんなゲーマーかも。私からしたらみんなゲーマーですね。ボクシングのゲーマーってイメージ。あ、ね、そう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 、配信で YouTube ライブで言ってたよね。ゲームはね、昔あのゲーム実況とお兄ちゃんと一緒に見てましたよ。あの青鬼のやつ
見てました。ミラーンみたいな感じで一緒に見て、あの一緒にビクってびっくりするっていう。なんか今日青着てるからすごいなんか不思議な感じするんだけど、青とかあの青におる、やめてやめて、青にじゃない。なんかガッツし青の話すると変に今日は青い服だって思っちゃうっていうね。じゃん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 みたいな、ドドンってくるからね顔がね。いやーでね。出てくる、そう怖いよね、めっちゃ怖いから、ドドン。え、そうなんかさ、いきなり来るじゃん、それが怖い。なんならもうサムネも怖い。そういうゲーム実況系って、ね、怖いよね。サバイバル系とか何回か見たことあるけど、そうそうそう、あーね、鬼にあるね、あるね、懐かしい。皆さんすごいよくあれだね、記憶が私の方が曖昧になってたかも。そうなんだ、いろいろね、私は自分から新しいことに挑戦をねしたことがないわけじゃないんだけど、こういうね芸能界に入りたいと思ったのも自分の意思だしっていうのあるんだけど、でもそのちっちゃい頃の新しい経験とかはなんかこう家族の影響だと思いますね。こういろんなことに挑戦したり知識を得たりというか、まあ、学あの勉学系ではなくね、そのなんだ自然に触れる系。勉学はちょっとあの自力分野だからさ別なんだけど、末っ子あるあるかも。ああ確かにそれはあるかもしれないですね。一緒にあのそうそう娯楽系とか、そうそうそう外に遊びに行くのもお兄ちゃんとかが行ってたからついてったりとかっていうので、そう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 自転車とかね、ボール遊びとかそういうのはね兄弟だからこそ。何人兄弟、一個上にね兄がいますね。以上です、兄のみ、二人兄弟。そうそうそう、だからね結構そうお兄ちゃんがどちらかというとなんだ、まあ、ゲームもしてたけど、まあ、外で遊ぶ系だったから私も外で遊んでることの方が多くて、逆になんだろうな、よくなんだカード遊びというかお絵描きとか、なんだ、あの人形ごっことかよくするような、同い年の子がよくするような子遊びは私はしてなかったかな。一人でシルバニアファミリーとかしてた時期もあったけど、なんかどちらかというとその物語をおままごと、そう物語こうして遊ぶというよりかはあのお部屋を作ってレイアウトして片付ける箱があるんですよ。なんかすごいボックスみたいなところでこうねいろいろね入れてたんですけど、そのボックスに片付ける方に力入れてた私。ベッドを角っこに置いてこう綺麗にちゃんと入るようにみたいな、あのお家に入れるよりこう出してボックスをね、ボックスの中で綺麗にこう整理整頓するみたいな、ここはこう寝室ゾーンみたいな、ここはキッチンゾーンみたいな感じで綺麗にまとめて引き出しの中にちゃんとねなんかお皿とか入れてするっていうことをしてたかな。人形遊びそうだからあんまりしてなくて、でも私のお友達のうちとか行ったらリカちゃん人形とか結構あったから、えすごい
大きい、こんな大きい人形の部屋があるなって思って、その時はその時で楽しいんだし、どっちの遊びをしたかな、野生的な感じでもあるし、室内で割とこうおしとやかに遊んでた時期もあるっていう、どっちも遊んでた。小学校の時とかはもう特になんかお兄ちゃんと遊んでたりってことが本当に多かったかもしれませんね。朝早く学校行って朝休みに外で遊んでたりしましたね、ある学年は。それはお兄ちゃんの友達とではなくて、普通に朝早く来た人からなんかドッジボールするみたいな時があったんですよ、小学校の時。早く行ってたりもした。遅い時もあったけど、朝休み何時から、何時からだろう、大体私は何時に行ってたんだろう、全然記憶がない。でも20分ぐらいは遊んでたかな。ドジボール右投げ、スポーツ右なんですよ、左利きなので。そうそうそう、学校ね、もう中学校高校はね、あ、中学校はちょっと早かったかな、早い学年もあった。高校はね、全部ギリギリこれ一本逃したら私は遅刻だっていうところで言ってた。そうそう、外野一人じゃないといけないことはない。でも内野に人数多い方がまあ有利だから一人のことが多いかなって感じ。私がドッジボールを始めたきっかけは、人数足らなくてとりあえず外野に入っていてくれっていうところから入ったので、だから私が入った時は外野二人で、まあ戦力外なんですけどね、全然もうただもう人数合わせで入ってみたっていう。お兄ちゃんは入って、私はビビってたから怖かったから私はしませんって言ってたんだけど、外野にいるだけでいいからっていうので、泣く泣く入ってはいたんだけど、でもね、近くで試合見て、うわーうわーすごいで、だんだん今度こうなんだ、まあ、学年がこうなんだ、学年で決まってたわけじゃないけど、そのすごいすごい強いレベルのなんだチームとチームなんだ、なんだろうな、シニア、ジュニアとシニアみたいな感じがあって、ジュニアグループを作るから、ジュニアはちょっとまあ優しい感じの、ルールわかんないんだけど優しい、割とまああんま怖くない系な感じでジュニア作るから、ジュニアに入ってよって感じから、気づいたらなんか小学校5年生とかになるなった時にはシニアでバチバチに怖い方たちの前で私ははいはいって言ってビビってた。そう難しいよね。そうそう、なかなかね。でもきっかけはねそんな感じだったけど、結果としてすごい楽しいし、今となってはもうスポーツが好きって思うきっかけではあるので、入ってよかったなって全然思ってますので。ねじらの星ありがとう、空の魚さんありがとう、嬉しい。そうそう、強い方強いからね、怖いですよ。今さ、そういう映像とか見たらよくこんな怖い中に私は試合入ってたなってめっちゃ思うもんっていうね。昔はすごい、中学校くらいの時まではね、たまにね、その小学生がしている練習のところにね OG として行ってたりはしたんですけど、もうそれですらもう怖い、怖い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 、頑張れ頑張れって私はね応援してる方がね気持ち的には楽、怖いからね、危ないからね、怪我しちゃいそうだからねドッジボールは知らないですね、どういう競技なんですかね。よく一列なんてね、さあ怪我したら危なくなからね。そうなんですよ、怪我しちゃうからね。私骨折はしたことないんだよ、くぐり抜けてきたっていうね。大怪我はまだないけど、大怪我
一歩手前とかならね、うん、あるんだけど、そう、でもこれとかなんかあのね、小学校の時とか松葉杖とかさ、そう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 、あったよね、みんなつけ、みんなじゃないけどつけてた子とかいたね、うんうんうん、ね、え、すごい、絵文字あるの、すごいすごい、絵文字あるの松葉杖の絵文字ってあるんだ、こういう配信で生かせる時が来ましたね、絵文字全種類使ってみたいな、使ったことないやつって絶対あるじゃん、また絵文字の話戻っちゃったけど、絵文字ね、皆さんが絶対に使ったことない、国旗とかさすごい種類あるけどさ全部使ったことないじゃん、記号系とかも、何それ、ジュースこぼしたよみたいなジュースこぼしたよみたいな感じかな、確かに使わないね、使ったことないかも、ジュースこぼしたよ、すごい、国旗ね、魚も確かに種類いっぱいある、すごいフックみたいな、これなんだろう、え、こんなフックは何ですか、釣り針、違うね、怒り、いや違うね、何これ、確かに何の、これスマホです、これスマホですってやつかなあ、ジョーカーね、え、すごい、なんだっけこれ、コマじゃなくてなんだっけ、お正月にするやつ、なんだっけ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 、あ、はごいたはごいた、あ、はごいたはごいた、はごいた、めんこはごいた、懐かしい、はごいた、私昔遊びクラブっていうのに入ってて、下のはごいたとか竹とんぼと、竹とんぼって方向間違ったら自分に、ね、向かってくるから危ないんだよね、難しい、竹とんぼなかなか私技術つかめなかった、ダンボールとかあるんだ、すごい、飛行機はねたまに使ったりしますね、すごい、新体操、ハンドボールとか、え、それわかんない、何これ、コピー機、何、机、なんだろう、え、全然わかんない、え、すごい、ぐるぐるぐるって、時間ね、確かに、でも私あれかも、時間はね、お話し会の受付の時に何回かだけちょうどの時間があった時はしているような気がしなくもないけど、どうだろう、でも私は目覚まし時計を使う方がね、個人的に好みでよく使ってる、すごい、意外とない絵文字ランキング1回数、確かに確かに、あまり自分に竹とんぼ来たことない？すごいね、めっちゃ上手じゃん、羨ましいです、モアイね、モアイ、そうそう、13時までですとか、そう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 、たまになんか1回か2回使ったことがあるような気がしなくもないです、クラゲとかあるの、すごい、アボカド可愛いよね、私ね、オムライスの絵文字ね、すっごい使いたいって思う時がある、ないんだけどね、だから卵がフライパン乗ってる時、乗ってるのを使うんだけど、あ、待って、クラゲってもしかして派手なパターンじゃない、派手なパターンじゃない、なるほど、派手なパターンか、悔しい、気になっても使えないやんどれどれクラゲ派手なやん、オムライス、オムライ、私の中で絵文字使いたいランキングナンバーワン、オムライスかな、あとなんだろう、鍋、鍋はあるか、洋風な鍋ならある、なんだっけな、あとね、食べ物系でね、何かね、何かすごい鍋あったね、あ、ごめんなさいね、そういうつもりじゃないの、私こうしたかったの、ごめんね、ごめんなさいね、危ないね、危ない、気をつけます、そうそうそう切り映ってなかった、映ってた、ハンバーグとかもない、あ、ハンバーグをね使ってみたいって思った時あるかも、
なんか食べましたみたいな時ね。レントゲンある、すごい、レントゲンすごい、しっかりレントゲンだ。ハンバーガーならあるけどね。パンケーキ結構充実してるんですよね。トルティーヤと、なんだろう、なんだっけ、トルティーヤとトルティーヤとトルティーヤにしか、タコ、ね、タコス、タコス、タコス、トルティーヤと謎のマーク、え、すごい、青の丸のやつとか何かわかんない。麺類が、あーなるほど、うどん、和食がないのか、和食増やしていきたい。そう、パン系多い、多いイメージあるんですね。あ、あとね、牛乳がないのよ。牛乳ね、ない気がする。牛乳、あ、ある、あれあれ、私なんとか、あれあるじゃん、え、しっかりある、牛乳、あれあるじゃん、あれ、じゃあ牛乳以外の何、なんだ、オレンジジュース、でもリンゴジュースあるもんね。豆乳はなさそう、優しい、豆乳ないね、そう、飲みヨーグルト、え、優しい、牛乳あるね。私ね、飲み物系もね、何か欲しい、使いたいって思って探してないっていう瞬間があったね。ラッシュはない、ないね、大好き、パックはない、ないね、優しい、なんかこの優しすぎる皆さんが、皆さんの優しさにすごくすごく救われます。お酒系多いんだよね、絵文字は。何を飲み、あれしたいと思ったんだろう。コーヒーもあるしね。なんだろうな、タピオカ、タピオカ、タピオカあるよね、タピオカあるだような、すごいお酒系多いね。タピオカもすごいよね、あのタピオカ流行った時に増えたよね。あとなんだろう、私は飲み物系で何を飲みたいと思ったんだろう。何の絵文字が欲しいと思ったんだっけな。プロテインね、プロテインかな。飲み物じゃない、乗り物あるね。普通の自動車でも2、3種類あるし、あ、前と後、前バージョンと後ろバージョンで、どの角度から見せてくれるんだね。嬉しい、気象転結すごい、本当だ、面白い、あ、すごい、ありがとうございます。あ、こっちでも流れてる、こっちでも流れてる、あっちこっちで流れるやない、通知がダブルで来たやない。知らない通知はね、普通に多分カレンダーとかの通知だと思う。カレンダーの通知でしたね。すごい、なんか今日2連チャンできたやん、すごい。合唱上浜アラームね、アラーム、ラッキー、今日いい日じゃんね、だやったやった。あ、そうだ、そうなんですよ、この確かに前回いらっしゃった時アラーム鳴る時間じゃなかったですよね。このアラームはですね、なんだっけ、あの23時半に毎日鳴らしているんですけれども、あの今日の一日のノルマが達成したかなっていう、あの確認をするためのアラームとなっております。なので、あのどんな時でも毎日鳴ります。そう、ノルマ達成した日でも達成しない日でも鳴らしてます。そう、そしてなんと本日は達成していないということで、あのそろそろ配信を終わりたいと思います。すいません、明日もなりますよ、任せてください。そうそう、毎度アラームの説明をしているのを知っているということは、毎回来てくださってるという証拠になりますね。嬉しい、ありがとう。ノルマの内容は内緒です、シークレット情報となります。企業秘密。でも私はね、秘密主義なのかな。でも結構あの配信をしている分、結構知られている部分も多いと思いますよ。
流れ星ありがとう、ありがとう。お、あゆみが終わったの？お疲れ様あゆみ。秘密主義？あ、秘密主義なのか。まあね、確かに秘密だ。まあ当たり前ないかい。読んでる本教えてくれなきゃ。あ、確かに確かに。でも今日食べたものはすぐ言っちゃうよ。っていうね。教えてくれない。確かに。でも今日何時に起きたかはよく言っちゃうよ。ね。一日の生活のことは結構教えちゃうというね。じゃあ10歳の方から大丈夫いきますね。13位、おまめちゃんありがとうございます。12位、しのちさんありがとうございます。11位、ひなたちゃんありがとうございます。10位、とつまるくんありがとうございます。9位、ひろたかくんありがとうございます。8位、チャンピオンさんありがとうございます。7位、ふみさんありがとうございます。6位、あずまさんありがとうございます。5位、きゅうじさんありがとうございます。4位、だやまさんありがとうございます。3位、しげちさんありがとうございます。2位、マッツさんありがとうございます。そして1位、さらなさかなさんありがとうございます。皆さん、たくさんありがとうございました。ありがとうございます。今日も見てくださってありがとうございました。明日はね、夕方夜くらいですね。ということで皆さん、明日って日曜日だよね。わー、楽しもうね、日曜日。ということで、そうそうそう、ということで、すごい発酵してた。ということで皆さん、今日も見てくださって、あー、スクショタイム忘れてた。よ、教えてくださいよ皆さん、スクショタイム。いいサンデーにしましょう。そうしましょう。かっこいいなったの、恥ずかしいよ、恥ずかしいよ。かっこいいのはね、あの、誰も見られていない時にね、撮るのが好きなんです。あ、見慣れてきた。目に優しい。いつなのそれ。あ、一人でいる時、お家で写真撮ったり、お話し会の会場で撮ったり。みたいな。おや、かわいい、嬉しい、ありがとう。やった。手にじゃないよ、耳に手をかけて。視線をそらく感じとか。でもだいだい、キュッキュキュッキュしちゃうんだよね。キュッキュキュッキュしちゃうんだよ。何々はダメって。私ハテナでもう片方わかんないんだよ、これしかわかんない。選挙のポスターみたい。選挙のポスター、あ、頑張りますみたいな、これか。顎にガーン。それはもう殴られてるのよ。ってことで、いっぺん取れた。ありがとうございました。今日も見てくださってたくさん、楽しかったお話会もありがとうございます。そしてね、見るもね、ポン舞台だったよって皆さん言ってくださって、たくさん言ってくださって、とても嬉しかったです。ってことで皆さん、また明日お会いしましょうね。バイバーイ、ありがとうございました。おやすみなさい。今日も楽しかった、ありがとう。